株式アテックス、カリバオーハンマーシリーズ RX550 の実演映像をご紹介します。今回は梅の木の下の草を刈り取りします。刈り高さ調整レバーのご紹介をします。ここではフリーの位置で刈り取りを行いました。刈り取り部が地面の凹凸に合わせて動作をする。ハンドルの旋回を行うと木の枝を避けることができます。樹木の根元まで刈り取りができます。レバーを引き上げると作業を開始します。ハンドル位置は旋回が可能です。操作しやすい方向へ調整して作業を行います。今回は笹の刈り取り作業を行います。刈り幅は 550mm、 操作性は抜群。刈り取り作業も簡単に行います。してみましょう。こちらが刈り取り前です。こちらが刈り取り後です。きれいに刈り取りすることができました。ご視聴ありがとうございました。